嵐の二宮和也、34、と女優の篠原良子、44、が1日、都内で行われた、札幌麦とホップの新テレビ CM 発表会に登場した。麦とホップは、発売から今年で10年目。この節目の CM に登場する二宮は、先輩からの思いを引き継いで頑張りたいと、意気込み、篠原も、美味しさをしっかり伝えたいと胸を張った。 同イベント中には、原料にこだわった、麦とホップに合う、素材本来の味を楽しめる料理と合わせたシーンも、行われた。まず一口飲んだ二宮が、お疲れ様でしたと一言。会場が笑いに包まれると、やっぱりこれを飲むと、条件反射でついたちが終わってしまいますと笑顔を振りまいた。篠原も、シンプルな味が合います。ワインのように味わいながら飲めるので、 女性にも好まれるのではと、太鼓判を押した。